皆さんとまた目まぐるしく舞台上が別世界になっておりますね。さあすごいな、非常にカラフルになっておりますが、意味はよろしいでしょうか。はい、ではご紹介しましょう。5チーム目、チーム大連立、どうぞ。皆さん、本番直前までダンスのチェックに入念なお二人でしたが、パフォーマンスどうでした？どうでしたか？皆さんにスーパーチャンネルを差し込んでいただきましたが、それがまた眠いです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。審査員にも聞いてみましょう。じゃあ次は井上さんですかね。はい、28まで確認できたんですけども、さすが35全部無理でしたね。7つ見落としがあったようです。いやでもこんだけ着ぐるみ系で見事に動けるのっていうのは、やっぱりその、作ったところのアイディアとか、ね、動く、ジョイントとかのね、ギミックとかもやっぱりこだわりがあるんだなっていうふうに見ていてすごく愛情を感じました。こだわりといえば、これ全部紙なんですよね。ペーパークラフトでここまでできちゃうんですよね。じゃあ吉田さんからも一言。はい、ですね、見ていてですね、ワクワク感が半端なく伝わってきました。ちょっとした動作ですとか、立ち振る舞いもですね、非常にユーモアというか、実はきちっと計算され尽くされたユーモアというのを感じました。非常に良かったと思います。計算したんですよね。計算しました。ちょっと間がありましたけれどもね。ありがとうございました。スーパー戦隊シリーズから新気温と新気温をパフォーマンスをしていただきました大連立のお二人です。